6時半なんで右足だけ履いてんの？左足全部脱いだん？なんで？45.9 キロ体脂 51%うん、乗ったよ。超おすすめ。サラッサラツルッツル、サラッサラ。朝からしんどいわ。皆さんおはようございます。ジャビさんです。久々の東京のお家からの動画でございます。私はちょうど1ヶ月前に大会に出場して、体脂肪率 8.何%ぐらいまで絞って、水分調節もして体幹コーディションっていうのを作ったんやけど、それがまあ1ヶ月前で、その後北海道旅行行って、タイ旅行4日間行って、昨日まで宮古島3日間いたんよ。めっちゃ旅行するやんって。そりゃさ、半年間もさ、減量期間でさ、食べるもん毎日この時間にこの食材何グラムって決められた生活がさ、半年間続いてさ、外食とかもさ、まあしてたけど制限下の中やったから、旅行なんかさできんかったからさ、もうそこら辺は行かしてくださいっていう感じやけど、うん、うまい。まあそんな節制した生活が半年もあって、その後、まあ旅行にトントントンって1ヶ月行ってんねんやんか。で、私は12、3キロぐらい減量したんやけど、そういう大幅な減量の後ってさ、食事をまあ今までに戻したり普通にするとさ、ボンって急に増えたりむくんだりするやんけどさ、今朝の見てくれた？このインボディ測定。ここら辺がまあ大会直前のコンディションで、大会終わった翌日に、焼肉食べて上がってんけど、その後から調節して、まあ、第2戦目に向けて減量してて、で終わった瞬間また韓国料理食べてむくんでみたいな感じでやってんけど、今ここ大会が終わって今ここで 45.9 キロ。いや、こういったのに全然増えてなくて、しかもコンディションもさ、朝見せたけどさ、いい感じに保ててるんよ。まあ腰回りとかもついてきたけど、っていうのも前、フル食あげたから見てもらったら痛いんですけど、今までは結構大会終わったからもう爆食や、何でも食べていいんやみたいな感じで、結構減量とかボディメイクする前よりも食べちゃってたんやけど、今は自分の体と心が満足いく分量とタイミングと量を食べているっていうのもあって、そんな劇的に増えてないですが、まあ昨日まで宮古島行って結構自由に食べてたんで、また旅行終わりの私のまあ一日の食事を今日撮っていこうかなと思います。朝はほんまにいつもと変わらなくて、ファイナルグリーンとグルタミン、これを混ぜたやつはほんまに腸内環境のために飲んでる、自分の健康のために飲んでる、消化のためやから、あの筋トレしてるしてない関わらず、どんな人にもおすすめ。これ飲んだらほんまに大改善なんだから。で、朝ごはんは嫁にもらったプロテインバーケーキ、これが食べたかって。最近さ、ずっと朝にヨーグルトを呼べてたんよ。ヨーグルトハマっちゃって。え、みんなの好きなヨーグルト教えて。私はスキルってやつのヨーグルトが好き、高タンパクリッチみたいなやつやねんけど、今日は嫁にもらってプロテインマグキット、これにはタンパク質、プロテインが 16g も含まれてて、でオートミールなのでグルテンフリーで、中鎖脂肪酸 MCT オイルって聞いたことあるかな、あの機能性食品にも登録されている MCT パウダーがね練り込まれてて、自然甘味料でできてるので、これを水と混ぜてチンしたら、あのこんな美味しいケーキができますよってやつやねんけど、前日に作ってチンして、あの一晩寝かせたらこんな感じでね、うわっ、こんなレアテリーヌ濃厚チョコみたいなんで、めっちゃ美味しい。これが大好き。いただきます。うーん、マジこれが食べたかった。うーん、おいしい、おいしい。最近
無調整豆乳ハマってる。豆乳？多分大豆にハマってる。豆腐とか納豆とかバリ食べる。うわ、おいしい。旅行中さ、もちろんさ、スイーツとか食べてんで、あの宮古島で中湯食い商店っていう結構有名で大人気のサタパンピンって名前の紅芋のサーターアンダギーやねんけど、めっちゃ美味しかった。もうなんか小麦と油を感じてんけど、でもこの私あの自然甘味料の優しい甘み、これがめっちゃ好きやねん。落ち着くねん。砂糖って依存しちゃうけど、やっぱり天然甘味料とか使ってるとなんか体にいい味するし、美味しいし、なんかこれぐらいが落ち着く。朝に飲んでるサプリちゃん、じゃん、 G ホワイトとビタフィット。 G ホワイトはちょこちょこ私の動画でも登場するんやけど、減量末期は結構サプリとか限ってたからあんま飲んでなかったけど、最近飲み出してんやんか。これが何かっていうと、最近皆さんお気づきですか？私の肌の治安がすんごいいいのと、なんかちょっとくすみってかさ、白くなったと思わへん？この G ホワイトっていうのがグルタチオンっていう成分やねんけど、グルタチオンがなんか海外セレブとか韓国の有名な俳優さんたちとかが最近こうグルタチオンっていう成分にすごい注目してて、カプセルとかじゃなくてガチでこう点滴とかでもう体に打ち込む成分みたいな感じやねんけど、何かって言ったらメインは美白効果とかくすみとかやねんけど、実際にあのネイチャー館のレビューとか見てもらったら、くすみがなくなった気がしますとか、吹き出物がなくなったとか、友達から肌がトーンアップしたねって言われるようになったっていう口コミも実際はね、ほんまに見てほしいんだけど、それとかグルタチオンっていう成分自体に抗酸化作用っていう、体ってさどんどんこう酸化していって劣化していくやんか、それにこう立ち向かうリカバーしていくような手助けをしてくれるような成分が含まれてる。あとはね、今ちょっと調べてんねんけど、二日酔いの予防とか体内のアルコールを分解してくれたり、免疫システムのサポート、アレルギーとか喘息などを抑える効果があります。確かに。まあそれ以外にも体のリカバリーやから、トレーニングによって破壊された筋肉とか疲労とかをこう手助け、サポートしてくれるような成分が入ってるのがこの G ホワイト。これね、私ね朝ゆっくり飲んでるよ。こんなねちっちゃいカプセルやねん。これカプセルタイプってもうびっくりでかいってことあんねんけど、こんなちっちゃいのある？目ん玉ぐらい。これを朝飲んでます、2粒。それとはもうほんまにこれは何年も前から言ってるビタフィット。これはマルチビタミンで、ビタミンはもちろん鉄分とか亜鉛とかブドウ種子エキスって言われる女性に嬉しい成分、あとカルニチンっていう脂肪燃焼の手助けをしてくれるような成分が含まれているこのサプリですね。朝に飲んでます。もちろん筋トレとか体作りもそうやねんけど、私ももちろん美容とか大好きやから、美容のために韓国行ったりするし、成分とかも気にしたり食事も気にしたりするので、ぜひ参考になればなって感じ。10月17日 Amazon プライムデイセール、みんな大好き Amazon プライムデイやね。 Amazon のセールほどさワクワクするもんなくないか？だってすぐ届くんだぜ。でこのネイチャー感が Amazon でもあの最近展開してて、このプライムセール10月17日0時もうだから始まってるから、10月20日の23時29分まで、日越す前まで今ネイチャー感が G ホワイトセールをしてるみたいです。これがね、あのパッケージが最近リニューアルされたらしいんだよ。でも中身は変わってなくって、まあ、Amazon やからさ公式とかで買い慣れてない方とかおすすめやなって思います。で他にも WPC の抹茶とかヨーグルトチョコ味が公式よりも安く買えて、3333間違えた3333円とか、 EA も最安になってるので、まあ Amazon とか普段使う方とかで気になってる方はチェックしてみてください。わお、わお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 、曇っちゃって曇っちゃって曇っちゃって、ごめん。今日は一日外で撮影なのでお弁当を作りたいと思います。久々にお家でおご飯を炊きました。あ、美味しそう。このアメリカーノにちょっとオーツミルク足してもらうってことできますか？はい、大丈夫できます、はい、じゃあそれで、
今日は私ホットコーヒーにオーツミルクを足してもらいました。なんかオーツミルクラテにしようかと思ってんけど、ねんけどラテやったらちょっとミルクの割合が多くてちょっと重たいので、朝はちょっとカフェインをかし込んで頑張っていきたいと思いますので、今日はちょっとだけミルクを足してもらって、なんかほっこりみたいなのしたくて、寒い時期になんかちょっとホットドリンク頼んで、ちょっと頭のみたいなテンション好きやね。ほんまに意味わからんかというわけで、今から私のアパレルのバージョンビューの新作アイテムミーティングがあって、ちょっと30分前ぐらいに早く着いて、打ち合わせ前に事前の確認と、他にも動画編集やったりやることを書いて着実にこなして、悔いのない充実した日にしていきたいと思います。よし、それではお先に失礼します。ありがとうございました。来週引き続きお願いします。爆弾握ります。おにぎりちょっといってきます。無事打ち合わせが終わりました。結局3時間ぐらいしてたんかな。作ってきたおにぎりを食べながら次の現場に向かいます。これ銀鮭 100g ぐらいと、米は120、30入ってるかな。今は特に測ってないけど、お腹減ったら食べるって感じです。で、脂質が足りひんので、後でゆで卵とか食べたいなと思います。じゃあ部屋見してもらってます。今から豆まぐキットの新しい財布の撮影でございます。このスケジュールも宮古島中に決まって、宮古島帰ってきて昨日11時ぐらいに空港着いて、その12時間後に撮影です。でも昨日夜最後食べたんが、まあ、夜中じゃ夜中やけど、家着いてからなんかヨーグルト食べたくなってヨーグルト食べて、でも全然むくんでないからいい感じに撮影ができそう。ぼーっとしすぎて寝てしまいそう。連絡してこないで。というわけで撮影が一旦終わりまして、お腹減っちゃった。今の時間が4時過ぎなので、ちょっと今撮影で作ってもらった嫁まぐだったり、この冷凍ベリー、私なんか冷凍ベリーハマっちゃったわ。ちょっとつまんでいきます。昨日までね旅行行ってたけどね、まあ、旅行行ってたけど普通にお腹減る、普通に減るくない、なんか普通にいっぱい食べた次の日でも減るよな。うん、うまっ。極端にめっちゃ食事抜くとかせへん。ほんまにお腹減ったらちょこちょこ入れるって感じ。なんか満腹にならないようにしてるかな。ちょっといただきます。朝も食べたけど、うわ、おいしい。撮影もうまいこと言ったので、この後一回お家帰って準備してトレーニング行こうかなと思いますが、まあとりあえずはうまいこと言ってよかった。ただいまでやんす。ただいまでやんの。てか最近この画来るぞんねんけどさ、あの鏡に映ってる自分恥ずかしすぎる。なんか一人でやってんのバレてる。見られてる。第三者目線みたいな見られてる恥ずかしいけど、撮影が終わって無事帰ってきました。私めっちゃお腹減った。さっきおにぎり食べたやろ。でちょっとだけヤメマグ作ったやつ食べたんやけど、ほんまに時間なくてビビビって食べただけなんで、この後トレーニング行こうと思いまして、でトレーニング前に栄養入れたんやけど、トレーニングまでの時間があんまりないから、早くエネルギーになって吸収してくれる栄養を簡単に取れる、みんなわかるだろ。プロテインだ。そんな時のプロテインだ。え
栄養を取るにはプロテインが一番優秀だろうということで、私が大好きでずっと前から紹介してるネイチャー館の WPC プロテイン抹茶風味味、これなあのほんまにあのほんまに私ほんま友達にもなんかプロテイン苦手やねんけどなんかでも飲みたいねんみたいな子には絶対絶対におすすめしてるのがこの抹茶やねんな。マジで美味しい。これがあの西尾っていうところの茶園さんでと提携してんねんけど、ここのお抹茶がプロテインとかってやっぱ安く作るためにさ、大量にいっぱい抹茶作ってコスト下げたお抹茶を使うってなると風味が飛んじゃうのよ。やけどネイチャー館さんが提携してる抹茶のこの西尾っていうところは、取れた茶葉を24時間以内にこう乾燥させてじっくり焙煎させて風味を逃がさないようにしてる高級な抹茶を入れてんねん。ネイチャー館さんってそういう品質とかこだわってて、こうネイチャー館さんのこの WPC はコスパも比較的良くてマジで美味しいから、あのプロテイン苦手って方ほんまに飲んでみてほしい。ほんまに抹茶ラテ、ほんまに抹茶ラテ、この時期とかマジおすすめ。マジで美味しいね、マジで美味しいね。まあ、今日はねちょっとイレギュラーであの食事をちゃんと取れなかったので、まあ、サプリン頼んじゃうんですけど、まあね、コンビニとかでねサラダチキン買うとかだったらコスパするからさ、こういうのとかであのサクッと栄養を補給していきたいと思います。でね、これもアマゾンセールで安くなってんねんけど、この WPC のこのプロテインが公式よりも安くなってて3333円で最安値らしいです。なのでこのアマゾンセールでぜひチェックしてみてね。ほんまに美味しい、マジで美味しいから、マジでおすすめ。で、タンパク質だれだけやったらあれなんで、炭水化物にこれちょっとあのお土産でもらった広島の抹茶もみじ、これとこれで合わせて抹茶パーティーしたいと思います。こういうのもね、オフシーズン食べる。小麦とか砂糖とかは避けてんねんけど、まあ、お土産でもらったり、まあ、今ね普通にあるのでいただいちゃいたいと思います。これな、冷凍してたからちょっと取ってんねんけど、あ、おいしい。うわ、抹茶抹茶、めっちゃ抹茶。これ食べながらジムに行くサプリの準備します。トレーニング中は必須アミノ酸の EAA ですね。今日持っていくのがネチャー館の EAA のレモンアイスティー味、さっぱり飲みやすい。Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. はい映えすぎてちょっとインスタの写真撮るわ。私って天才なのかも。もうさ、うまいことお料理できた時とか予想してたものよりもはるかに超えたクオリティのものが来た時、やっぱり自己肯定感上がるやん。え、最高の自分更新してる感あるやん。素直です。というわけでトレーニングが終わりまして、トレーニング後のご飯に今日は牛肉と米が食べたかったよ。牛と米なんで、なんかビビンバみたいな感じで作ってたんやけど、ご飯が 120-30g ぐらいと牛肉 120g ぐらいとキムチとあのもやしチンしてなんかナムルっぽくしてんけど、ごま油がないからさ、キムチとカロリーハーフのマヨとかかけちゃって
で、キュウリは絶対いるだろう、切るのめんどくさいだろう。で、私はんぺんがさ、めっちゃ好きなの。このままはんぺん大好きだから、このまま食べようと思うのと、昨日、宮古島で買ってきた私が大好きなジマミ豆腐。あの、沖縄旅行行く友達みんな、あの、私にジマミ豆腐買って帰ってきてお願いします。だってな、ちょっと待って、食べたいのにさ、話したいからちょっと待ってな。さすがに買いすぎ。うちはもずくも宮古で買ってきて食べようと思ってんけど、ちょっともう食べたいうちということで、いただきます。今日も頑張りました。今の時間は8時25分。なんか6時以降食べたあかんとかよく聞きますが、私は全然そんなん気にせず、トレーニング後とかお腹減った時に食べます。てかめっちゃお腹減りましたので、いただきます。待って、ちゃんといただきます。見て見て、絶対美味しいね。うんうん、ほら、うん、はんぺんをどう食べるかというとな、はんぺんって柔らかいやろ。魚の切り身やねん、すり身やねん。魚の切り身は刺身、魚のすり身、ほら、そのまんまでも美味しい。ふわっとした食感のはんぺんです。サラダに入れたりバター焼きなどおすすめです。やって、わ、バター醤油絶対うまいな。こうやってこうプリプリってやるやろ、こういう感じね。これをこう、うん、美味しい、おやつみたいに食べちゃう。という感じでですね、本日の動画以上にしたいと思います。イレギュラーな食事が続いた後でも、極端に食事を抜いたり、極端に食べない、極端に動くとかじゃなくて、いつも通りの生活に戻していく。で、今日みたいに、まあ、イレギュラーでいっぱい予定が詰まってて食事が取れない時はサプリメントに頼ったりするので、和菓子とかも私食べたりするし、マヨネーズも使ったりする。オフシーズンやし。だけどもうお腹いっぱい目いっぱい食べる、もう今日はもういいや、チーズボーン食べよう、量ボーンって食べようとかじゃなくて、自分の今の体に心を傾けて、違う、耳を傾けて、あ、今って自分お腹いっぱいなのかな、今ってお腹減ってるのかなとか、無理してないかな、栄養足りてるかなっていうのを考えながら、食事をしていってて、大会 1ヶ月後やけど、コンディションをたどめてて、ダブルベーコンディションを保ててるっていう感じです。なのでね、あの、無理ないようにね、みんなそれぞれね、頑張っていきましょう。冬やからさ、隠れるから見えへんから、ええやーってなるかもしれへんけど、隠れた中でこそ、自分しか知らへんからこそ、自己肯定感上がるやん。脱いだら私すごいんだぜっていう。という感じで、みんなね、それぞれ頑張っていきましょう。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。Amazon セールね、やってるので、ぜひネイチャー感試したことないよーっていう方は、試してみてくれたら嬉しいです。ということで、またお次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror.